国道1号沿いにある夜泣き石夜泣き石、鳥山石縁、今弱百奇周囲解説文に、演習中山で妊婦が殺され、とあることから、本校の夜、泣き石を描いたものとされるさよ中山夜泣き石、日本地理風俗体系第五巻より、夜泣き石は、静岡県掛川市さよの地下のさよの中山峠にある、石。夜になると泣くという伝説があり、 演習七不思議の一つに数えられる。地図上では、さよのの中山と表記されるが、夜泣き石の伝説においては、さよの中山と表記されることが多い。このページでは、さよの中山とする。さよの中山峠は、旧東海道の金谷塾と西坂塾の間にあり、急峻な坂の続く難所である。極低バーキンの石こと意境によれば、その昔、 おいしというみおもの女が、さよの中山に住んでいた。ある日おいしが、ふもとの菊川の里で仕事をして帰る途中、中山の丸石の松の根元で陣痛に見舞われ、苦しんでいた。そこを通りがかったとどろ企業エモンという男が、しばらく解放していたのだが、おいしが金を持っていることを知ると切り殺して金を奪い、逃げ去った。その時おいしの傷口から、子供が生まれた。 そばにあった丸石に、お石の霊が乗り移って、夜ごとに泣いたため、里の者はその石を、夜、泣き石と呼んで恐れた。生まれた子は夜泣き石のおかげで近くにある日差し、延べ寺の和尚に発見され、音八と名付けられて、雨で育てられた。音八は成長すると、大和の国の刀と技師の弟子となり、すぐに、評判の刀と技師となった。そんなある日、音八は、 客の持ってきた刀を見て、いい刀だが、箱ぼれしているのが、実に残念だというと、客は、る十数年前、左世の中山の丸石の付近で妊婦を切り捨てた時に、石に当たったのだと言ったため、御八はこの客が、母のあだと知り、名乗りを上げて、恨みを晴らしたということである。その後、この話を聞き同情した、工房大師が、石に不都合を刻んでいったという。なお、 ほぼ同様な伝説は、安永二年観光の随筆、演歌祈願にも記載されている。現在夜泣き石と伝えられている石は二つ存在し、以下の場所に安置されている。また、かつて置かれていた場所には、夜、泣き石跡の石碑がある。久しの寺の和尚が雨で子を育てたという伝説から、子育て雨という琥珀色の水飴が、さよの中山の名物となっている。 久しのベデラの隣にある茶屋、大木屋が、峠を通る客に出したのが、始まりとされる。国道1号栽与の中山トンネルの手前には、名物、子育てアメ元祖小泉屋があり、この店の裏にある。西村博編、演歌期団、日本随筆体制第一期間に、早川淳三郎、吉川博文館、1927年5月、564ページ。 シド BN08820728。BN 25000分一致地形図名図。掛川ではこちらを採用している。1881年、東京府上野で開催された第二海内国官業、博覧会への出品。今井金吾編、図説東海道53時、カーデショ防フクロウの本、2000年12月、63ページ。 ムシド BA5039 万4397。ISBN978 から43億972万6519。ありがとうございます。